ミハエラ・ブザルネスクは、ルーマニア・ブカレスト出身の女子プロテニス選手。これまでに WTA ツアーで、シングルス1勝、ダブルス1勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス20位、ダブルス24位。身長175センチメートル、体重59キログラム。左利き、バックハンドストロークは、両手打ち。29歳で4大大会に初出場を果たした。 遅咲きの選手。5歳からテニスを始め2004年にプロに転校。しかしなかなかランキングを上げることができず ITF サーキットでの下積みが続いた。四大大会では2017年全米をオープンで予選を勝ち上がり初出場した。1回戦で第5シードのキャロライン・ウォズニアッキに16、57で敗れた。11月の株大会。 東京の安藤賞券オープンで準優勝、豊田のダンロップワールドチャレンジテニストーナメントで優勝し、シングルスランキングで2016年最終ランキングの351位から2017年最終ランキング72位まで大幅にアップさせた。2018年2月のカタールトータルオープンでは2回戦で、当時6位のエレノ・オスタペンコを61、63で破り始めて、 トップ10選手に勝利した。5月のストラスブール国際のダブルスで、ラルカオラルトんで WTA ツアー初優勝を果たした。2018年全仏オープンでは、第31シードに選ばれた。シードを守って3回戦に進出し、第4シードのエリナスビトリナを6、3、7、5で破り4回戦に進出した。4回戦で、マディソン・キーズに1、6、4、6で破れた。 8月の3のゼ大会の決勝で、マリアサッカリを6-1、6-0で圧倒し、シングルス初優勝を果たした。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。